国連食糧農業機関 FAO の中日連絡事務所の主張をしております日比恵里子と申します。 えー、本日は進行役を務めさせていただきます、えー、とまずは、えー、皆様はまあワスの金曜日の午後遅くというですね大変お忙しい時間にもかかわらず、えー、まあ FAO のこのインターンシップボランティア、えー、フェローズプログラムに関する説明会に、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。えー、FAO はあの皆様あの ご存知かもしれませんが国連の専門機関です、えー、農林水産業の、まあ、持続的発展、環境や、えー、気候変動、栄養不良や貧困撲滅などの課題に取り組み、えー、農業・食料システムの改善を図り、持続可能な開発目標、いわゆる SDGs ですね、それの達成を目指します、えー、ローマに本部があります。 また世界では150箇所以上の事務所を展開しております。世界の正規職員数は大体いい3400人で、そのうち日本人の正規職員は40名前後です。私ども FAO 中日連絡事務所はより多くの日本人の方に FAO の持つグローバルな知見、 を、まあ、ご利用いただくと同時に FAO の活動に積極的にご参加いただけるよう日本国内で、えーまあ、情報発信に努めておりますさて FAO での、えー、仕事体験仕事経験というと皆様まず正規職員とかコンサルタントというものを真っ先に考えるかと思います、えー、ですが、えー、本日ご紹介するインターンシップ、えー、ボランティアフェローズプログラム はまたそれとは異なった形で、えー、まあ、国連であるとかあるいは食,食料農林水産業の分野で、えー、国際経験を積む機会を提供していますで、FAO の関連分野にご興味のある方にはぜひとも積極的にご利用いただきたいものです ただ、一言でインターンだの、フェローズだの、ボランティアだのと言っても、それぞれ内,内容の規約はかなり異なりますし、また、えー、日本でよく言うインターンですね、というものと、我々が言うインターンというのは、若干理解が異なるのかなと思う場合もあります。 ということで、本日はできるだけ皆様に正確にご説明するということで、FAO 本部の人事部人事官である和田真美が登壇いたします。えー、他でもないこのプログラムの担当者が、まあ、偶然日本人であったということから、本日は通訳なしで、日本語のみでご案内いたします、えー。先に注意事項だけお伝えいたします。 えーとこのセッションは録画、録音しております、ご了承ください、後ほど YouTube でも、えー、公開するような形になります。また、えー、これから和田が30分ほどお話しし、その後15分ほど質疑応答を行います。 質問は、えー、挙手ではなく Q&A 画面下の方に Q&A というのがあると思うのですがそちらのアイコンの方に、えー、ご記入お願いいたします。また、えー、進行役の私が、ま、質問を選んで和田が答えるという形になります。えー、時間ののためににですね、全てのご質問え ますので、どうぞご了承ください。また、個別の質問などに関しては、えー、当プログラム専用のメールアドレスがありますので、そちらにご連絡いただければと思いますまた、それに関しては和田から別途ご案内いたします。 恐、えー、れ入ります、ほとんどの方はおそらくあのマイクとかビデオはの,あのアクセスはないと思いますが、一応、ある方、マイクは基本オフ設定でお願いいたします、えー。音声が聞こえにくいといったような問題の時は、チャット欄の方です、ね、にご記入ください。えー、ただしあの、チャットボックスへのご質問はもうお答えしないので、そちらの質問の場合は必ず QA の方にお願いいたします。 では、えー、ここで、えー、と本部から和田真美の方に、えー、登壇をお願いします和田さんお願いしますおはようございますあローマなおはようなんですけれどもそちらこ,あのこんばんはですね初めましてあの FAO のインターンシップボランティア ロローズプグラムの担当ししてまますす和田と申します本日はい、お忙しい中、わざわざ来てくださってありがとうございました。え日々の方から、えー、紹介いただきました通り、あり、非常に分かりにくいかなっていうところがあるので、今日はあはそちらの細かいところの説明とあのいろんなあと質問をあのくださいで。分からないところを十分説明したいと思っています。では、えーっとですね、まず、えー、プレゼンをシェアしたいと思います。 えー、音が聞こえにくかったりですね、えー、しましたらご連絡ください。えー、FAO インターンシップボランティアフェローズプログラムということで、えー、始めさせていただきます。まずですね、えー、FAO とはあの日々の方からもあの説明がありましたけれども、もう一度、あのー、FAO の後にあの2部2部とし、2部には FAO Internship ン o l u シップボランティアフェローズプログラムの説明をさせていただきます。皆さん、FAO をご存知でしょうか <laughs> FAO はですね、先ほども日々が申し,あの申しておりましたように、専門機関です、国連の専門機関で、1945年10月16日にカナダ・ケベック州で設立されました。 あのその10月16日はですね、ワールドフットデーといいまして、毎年、あの世界食糧デーということで、ことで毎年あセレブレーションをしています。Leave no one behind って書いてありますけれども、誰もあの置き去りにしないということで、えー、食糧というのは非常に重要、重要なあのヒューマンライトだということで、いろんな方面から FAO はあ仕事をしております。 メンバーが195メンバーで194メンバーメンバーっていうのはまあ政府ですね政府機関が多いですとあと EU で195のメンバーイタリア、ローマに本部がありまして地域オフィスが5箇所。 アフリカ、ガーナ、えー、バンコク、タイランド、えー、サンティアゴ、チリ、えー、それからカイロ、エジプト、ブダペスト、ハンガリー,、えー、ここの5オフィス、地域ごとに分かれております。あと11の,あのサブリジョナルオフィスといいまして、準地域オフィスがありまして、あとカントリーオフィスを含め世界130国以上にプレゼンス、その他にももちろんあのプレゼンスがなくてもあのプロジェクトがたくさんあるあ地域もあります。 FAO のビジョンとグローバルゴールということで、ビジョンはですね、飢餓と栄養失調のない世界の構築、SDG2 番目のゼロハンガー、ここですね、ここが私たちのコアです。農林水産業の持続的発達、発展、環境や気候変動、貧困、撲滅などの課題に取り組むことで、 農業・食料システムの改善を図り、持続可能な開発目標の達成を目指します。飢餓のない世界、健康的な世界、生活ができるような栄養のある質の高い食料をすべての人が十分に入手できる世界を実現するのが目標です。あのたまに <laughs> 質問を受けるんですけれども、あじゃあ FAO はです、ね、あの食べ物をヘリコプターで運んで、食べ物が困,あの困っている人たちのところに届けるのかと。 いう質問を受けたりするんですが、それはロジスティックスのところで、WFP、あの兄弟機関なんですけど、WFP さんがされている仕事で、私たちはですね、FAO は持続可能な開発、そのリハビリテーションであったり、サステンナブルデベロメントであったり、そういうプロジェクトをあのあの携わっています。ですから、ビジョンもそう,です、ね、あのそうですね、ゴールも少し違ってきます。 ここに見ていただけますように、SDG ですけれども、2番目ゼロハンガーから始まり、14番目ライフビロウウォーター。私たちは水産局がありますので、あの、あのそこはかなり働いてますね。あと、あの、15番目ライフオンランド。あの、もちろんジェンダーイコリティ。あの、食料と食べ物はどう SDG に関係あるかという質問もよく受けるんですけれども、もちろん関係あります。ジェンダーイコリティも あの女性が農業に従事している可能性はあのかあのパーセンテージは非常に高いです。その女性が仕事をしやすいような環境を整えること、えー、もしまた、ノーポバチですね、一番目あのそうです、ね。貧困の大半があのル,ラル,ルラル、そういう農,農耕地,地帯にあるということも考えても、FAO というのは非常に大切な役割を担っていて、食料と、えー、栄養。 えー、あの、非常に大切で、人間の、その、ベーシックライト、ヒューマンライトだと思います。で、そこを携わっているのが FAO です。グローバルゴール,ゴールと、すみません、ゴールとしましては、飢餓食糧不安、栄養失調の撲滅、貧困の撲滅、すべての人々の経済的、社会的進歩の推進。 天然資源の持続的可能な管理と利用あのもちろん持続あの天然資源を持続的に管理しないとあの農業もあの発展しませんしいろんなところで問題が起きますあそういうことを総括的に見ているのが FAO という機関です、えー、FAO なんですけれども、えー、今年から新しい戦略的枠組みを組んでおります 4つのフォーベターって言ってるんですけれども、より良い生活、より良い栄養、より良い生産、より良い環境。より効率的で包摂的で回復力があり、持続可能な農業食力システムの変革を支援し、生産性を向上させ、より良い栄養、より良い環境、より良い生活を実,実現し、誰も置き去りにしない。 システムを作るという、こういう形で、あの、ちょっと見にくいですけれども、SDG もそこに、あの、張り付いてきてます。あの、すべてがやっぱり一つになって、あの、開発目標を達成しないと、えっ、ー、と、何も一つだけの開発目標が達成できるっていうことがないので、それを包括的に、下にも書いてある、あの、あの、 見ていただけますように、そのサークルになってますよね。イノベーション、テクノロジー、データ、コンプリメント。これがこういうサークルになって、えー、とあの開発目標を達成していくっていうモデルになってます。あのファウの、えー、概要をご説明させていただいたところで、まずそうですね、インターンシップ・ボランティア・フェローズ・ IBF プログラムについて入っていきたいと思います。 質問の方は後で皆さんからいただくので、とりあえず説明を先に知らせていただきます。FA ・インターシップ・ボランティア・フェローズ・プログラム、あのここにです、ね、あの実はビデオが埋め込まれているんですけど、このビデオはちょっと時間も設定しまうので、後で皆さんにあのしあのリンクをシェアしますので、ぜひ一度ご覧ください。 あのこれは、あの、また、あ、ラテンアメリカの、あの、カントリーオフィスなんです。これ、ボリビアですね。ボリビアのオフィスで皆さんが、みんなこの人たち、インターンなんですけれども、えー、各、あの、インターンの人たちが、あの、ど、どの、あの、SDG に対して彼らはプロジェクトを、あの、あの施行してるかっていうところで、写真を撮ってくれました。<laughs> FAO IBF プログラム概要ですね。 えと大学生、若い専門家、経験豊富な専門家が FAO と協力する機会を提供する。あのー、ですね、えーと、インターンとかボランティアは基本的に若い世代の方が多いですで。フェローズになると若い世代の方も多いですけれども、大学の教授であったり、サバティカルの年に来てくださる教授の方であったり、研究員の方ですね。 あの長年の経験を生かして FAO と一緒に研究活動をしたいっておっしゃる研究者の方々が来られたりしてます。ということで、大学生、若い専門家、経験法の専門家ということで、かなりあの大きなスパンで、えー、あの人材を募集しております。えー、2番目ですね、SDG2、KIGA をゼロに達成するために、グローバルユースのより包括的に多様な参加を可能にする。いろんな そうですね。あの、入り方があると思います。国連機関には FAO に対しても正規職員であったり、コンサルタントであったり。ただ、あの、若い、特に若い世代の方々が FAO に入ってくるっていうところで、 インターンシップというのはかなり,あのかなり将来の足がかりになると思います。それでまずあのいろんな人に会ってネットワークを築いてどんな仕事がしているかということを体感していただいてそこからあの将来の,あのキャリアを築いていただくという形になります。国際社会の変革の担い手となり地球,地球市民および未来のリーダーとして力を与えられる。 IBF ・インターン・ボランティア・フェローズの方々にも FAO の,の,のエンポロイーの人たちですね、雇用者の人たちと同じようにあのもちろん声があります。で若い方々にはその皆さんの新しいパースペクティブであったり、あのそのイノベーションですね、イノベーティブなアイデアを持ってきていただきたい、そこが私たちのプログラムのコアの部分です。えー、と同時に若者の能力開発のための重要な手段。 あのもちろんいろんな新しいアイディアを持ってきていただきたいんですけれども、皆さんからも、皆さん,皆さんもかなりいろんなあのいい経験ができると思います。や,やはりその国産機関に入って、FAO に入って、FAO がどういうことをしているかということを体感することで、かなりいろんなところでその能力開発、そのトレーニングであり、能力開発になると思います。またそれがその皆さんのキャリアデベ,デベロップメントにつながっていくと思います。 あのキャリアデベモメントというあの、申しますと、そのキャリアっていうのは、やっぱり大きなスパンで見てます。FAO だけにはこだわってません。皆さん、まだお若い方々、多いと思うんですけれども、今、まだ駆け出しで、いろんなところであの経験していただきたい。あのその一環で FAO ということを、IBF でまずあのあのキャリアをスタートしていただいて、いろんなところに飛び立っていっていただいて、また、あの前戻ってきていただいて、そういう形でキャリアを形成していただきたいなと思ってます。 えー、飢餓との収束とすべての人々の食料と栄養の安全保障を達成するための新しい知識と革新的な観光を活用するために不可欠、ちょっと分かりにくい表現ですけれども、基本的にそうですね、新しいアイディアとあのイノベーティブなそのプラクティスあの、そういうところを皆さんに期待しております。実際にインターンの方々はそういうところでかなりあのいろんな意見をくださってて、ファンの活性化につながっていってます。 あとですね、ここ、あの、パートナーシップを戦略的に活用して、中長期的なコラボレーションを最適化する。ここなんですが、あの、皆さん、あの、大学機関や研究機関から来られている方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、ファウの方ではですね、今、現在、50、50、 こう 50, 50ぐらいの組織と一,あの一緒にパートナーシップを結んでいますあの。50から70ぐらい、もちろん今パイプラインで、えー、とパートナーシップを結ぶあの予定である期間もあるんですけれども、あのパートナーシップを結ぶことで IBF、インターンボランティアフェローがファンに来やすくなるっていう特典があります。それを今からちょっと説明していきたいと思います。 はい。あのですね、その、あの、その前にまず IBF プログラムのちょっと概要、どう違いがあるかっていうところを説、ご説明させていただきます。インターンシップはですね、21歳から30歳までの大学、大,大学院の学生であったり、または最近の卒業生、そうですね、2年以,以内に卒業した方であったりとか、えー、そういう方を対象に FAO 本部、もしくは国別事務所、特に途上国での経験を積む、個人でも応募できますが、大学と FAO とのの協定書の契約が望ましいあのこれまた次の,、あのー、あのスライドで説明しますけれども、インターンシップのプログラムは非常にコンペティティブです。非常にたくさんの方々が応募されるので、その中から選ばれるということが非常に難しいんですが、えー、大学、もし研究機関と、あのー、パートナーシップの協定書を契約してますと、あのその パートナーシップの大学とのパートナーシップの枠で入ってきていただきます。大学で専攻をしていただき、その専攻をあのあの勝ち取った方々が来てくださるということで、パオとファウに来てからまた他の人たちとあのコンピートするっていう必要がないというあの理解ですあの。次のスライドもあるんですけども、インターンシッププログラムはですね年間に3万5000以上の。 応募者があり,ありまして、その中から選ばれるのが300人弱ぐらいですね。ということを考えましても、あのそのパートナーシップがない状態で、えー、FAO のインターンシップに選ばれるというのは、まさに至難の技になっています、えー。ボランティアプログラム、18歳以上の個人のボランティア活動、あの18歳以上の方で本部や国別事務所で FAO の関連分野にの貢献が期待される。えー 何かもうご自身でできる、あの、ボランティア活動ができる、あの、力があるという方で。 そういう方が来ていただいて、あのそのボランティア,ボランティアで FAO の活動を助けてくださるというのがボランティアプログラムです。例えばですね学生の方でも FAO の本部で、あの国際、まあ、栄養関係の国際フォーラムがあったときに手伝いに来てくださった方々がいらっしゃいました。まあ、10人ぐらいいらっしゃったのかな。えー、と全2週間ぐらい、3週間ぐらいのプログラムでボランティアで来てくださったんですけれども、最初の2週間はトレーニングを積んで、 最後の1週間であのその世界的なフォーラムに参加していた,いただくということで彼らはみんなあの栄養の,あの学生さん栄養科の学生さんだったんであのやはりその世界各国から集まった世界の,そのエキスパートの方々の話を実際にあの目で見て聞けるっていうことにすごくあの感動してくださいました例えばそういうボランティアのプログラムもありますし今ですねワールドフットフォーラム世界食ロ オフフォーラムの、えー、ボランティアのボランティアのとインターンもですね、えー、今募集してます。12月18日が期限ですね。もしよろしかったらそちらの方も含めてご検討ください、えー。インターンシップのプログラムとボランティアのプログラムの違いはですね、インターンシップのプログラムは、えー、スタイプンドといいまして、あの生活保護みたいな形で少しお金を出させていただいてますが、ボランティアのプログラムの方には出させていただいておりません。 インターンシップのプログラムは基本的に、あの、学ぶことを基本にした。もちろんボランティアプログラムも学ぶことが多いんですけれども、インターンシップはもう少しストラクチャーがありますね。学ぶということに対して、ストラクチャーがあるプログラムで、あの、学生さんが多いです。あの、あとですね、インターンシップのプログラムは3ヶ月から11ヶ月まで。 ボランティアのプログラムは6ヶ月まで。インターンシップのプログラムはただ1回しかコントラクトが組めません。ですから1回6ヶ月あったらもうそれでおしまいです。ただ、ボランティアのプログラムは6ヶ月まで何回でも組めますね。3週間、2週間、3週間、4週間とかいう形で何回も来てくださっている方もいらっしゃっています。 あ,のあとですね、ボランティアのプログラムに来られた、あのー、非常に経験のある、あのー、74歳のアグロノミスの方もいらっしゃいまして、その方あの、来てくださって、もうリタイアして長いんですけども、どうしてもやはり世界の食料に、食料安全に貢献したいということで。 素晴らしいプロポーザルを出してくださいました。そういう方もいらっしゃいます。ですから、ボランティアプログラムは18歳以上です。あの決して若者だけのプログラム,グラムではなくってあの、割ともうかなり経験のある方も対象です。で、あと最後にですね、フェローズプログラム。FAO 関連分野の専門知識を持つ研究者、研究者教授などが対象。PhD の方も対象です。 あの修士号を取得されていて、研究活動歴2年以上の方があの対象ですあの。PhD の方で、あのそうですね、ポスドクの,あの,あのセーシスであのパオに来られてフェローズ、フェローズとして来られた方もいらっしゃいますし、ただ、そうですね、あの教授の方でサバティカルの年に来てくださる方が結構多いです。このプログラムに、フェズオールズプラグマには多いです。ということで、次は。 ちょっとあの統計を見ていきたいと思います。FAOIBF プログラムの統計なんですけれども、えーと、国別ですね、えー、国別、上のところがパイチャートになってますけど、国別の国籍あの、ヨーロッパとかセントラルアジアの方が多くて、次、2番手がアジアの方になっております。えー、応募者数ですか先ほど申し上げたように、インターン今の現時点で3 5635の応募がありました。 ボランティアは4898、フェローズ1000。で、トータルが4万1000。あの、見てくださったらわかるんですけども、まあ、インターンはかなり、えー、あの、狭き門になっております。あとですね、あの、IBF のトップナショナリティ、国籍のトップ10、あの、IBF 同士で参加してくださる方のトップ10なんですけれども、 イタリア、中国、アメリカ合衆国、フランス、韓国、ドイツ、コンゴ、民主共和国、英国、カナダ、ベネズエラとなってまして、やはりイタリアが多いのはそうですね、本部がイタリアにあって、あとですね、2022年、コ o ットからちょうどあの回復してきた、まあ、去年、今年とちょっと回復してきたんですけども、やはり そのアジア諸国であったり国によっては他の国に行って経験を積むっていうことがまた難しい。また,または政府がそういうい 海外に出るっていうことにかなり消極的だっていう背景があると思います。ですからもちろんそのイタリアであったりイタリア人の学生が多くなってしまったりするっていう可能性が高いかなと思いますね。であの中国が2番手に入ってますけれどもやはり去年までは中国はまだ全然あのトップ10には入らずあでだったんですけれども今年からあの復活して、えー、だいぶかなり多くの,にあの人数の中国の方があの参加してくださって あと IBF プログラムで先ほどちょっと申し上げなかったんですけども本部のプログラムであったりとか あと、開発途上国、そのフィールドでのアサイメントであったりとかするんですけど、私たちのプログラムとしてしましては、やはりお勧めするのは開発途上国フィールドでの経験です。特に若い方々には、今、今でしか経験できないようなフィールドの経験を体感していただきたい。やはり本部に来るとどうしてもデスクワークになってしまいます。で、フィールドに行かれますと、あの、あの、直接、 FAO のプロジェクトとあの仕事ができますしあの、ベネフィシャリーの方々と直接話をしたり、政府のローカルの政府の方々であったり、国の政府の方々と直接あの仕事ができる機会が与えられて、あのそれが非常に魅力的で本当に楽しかったという。 あのメッセージをたたたくさんいただきましでですので特に皆さん若い方はどんどん外に出ていっていただいて FAO の活動を現場の活動を見ていただきたいなと思ってますあとですねこれはまた統計2022年の参加者73カ国から309人の参加者69か所のロケーション あのちょっと見にくいかもしれませんけど、左のアサイメントタイプですね。やはりこの青いところがインターンです。インターンの割,割合がかなり高くなっています。その次、ボランティア。あと、フェロー。フェロー少ないですね。で、UA のボランティア。UA のボランティアの説明はしませんでしたけれども、UA のボランティアも私たちのプログラムの一環です。UA の、UN、ボランティアとしてあの登録していただいて、 UN ボランティアプログラムの中にあのデータベースがあります。そこの中であの登録し,たしていただいてあの評価されますと、そこから FAO に UN ボランティアとして参加していただくというキャリアパスもあります。FAO の中でも元,元 UN ボランティアで今の正規職員として働いていらっしゃる方も多々いらっしゃいます。 えっと、あとですね、性別の方ですね。えー、こっちあの、青い方が女性で、オレンジの方が男性で。<coughs> 歴史的にあの、いつも女性が多いんです。女性が70%ぐらいを占めてるんですけれども、まあ、あの、それは、あのそういう、なんででしょうね。いつもこういう結果になってます。アサイメントロケーションですが、見ていただきます。その、この青いところがヘッドコーダーですね。あのー、 コピットより前の時はかなりあのフィールドのアサイメントが増えてたんですけども、やはりちょっといろんなあのリストリクションがありましてあの、今また本部の数が増えてきてるってとこありますね。あの私たちとしてはもっとあの本部以外のアサイメントをあのプロモートしてもっとたくさんの人に働いていただきたいなと、最低半分ぐらいはあのフィールドのアサイメントで働いていただきたいなと思ってます。 アサイメントですけれども、多分皆さんの中にはどういうアサイメントがあるのかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、テクニカルエリアとしましては、もちろんファオなんで、食料とあの食料農業あの,の専門機関ですね、農学、アグリビジネス、動物生産、水産業、林業、食品安全と品質、天然資源あ、栄養とフードシステム、気候変動、経済学、プログラムサポートなどなど、テクニカルエリアはたくさんございます。 でも、その他にもコープレートサービスのエリアもあります。私も人事です。人事っていうのはコープレートサービスのエリアですよね。あと、コミュニケーション、情報技術であったり、そのファイナンス、金融の部分であったり、調達、ロジスティックスの部分であったりとか、プロキュアメントですね。あと、法律、リーガル、開発法、リーガル、ローですね。あと、パートナーシップであったり、 戦略と計画、これは、まあ、あのストラテジー・プランニング、そのビジネス・プランニングのところですね、そういうところでもあります。あと、先ほどちょっと申し上げたような世界食糧フォーマー WFF、このようなあのあのエリアでも活躍していただく機会があると思います。アサイメントロケーションですけれども、先ほども申し上げたんですけどそう、本部がイタリアで、その他にも5カ所のリジョナルオフィス。 サブリジョナルオフィスやはりですねサブリジョナルオフィスはアフリカに多いです。あと、そのヨーロッパとアジアはですねアアジアはサモアの方にあのございます。あとあの、カリビカ,カリブ海の方にもあります。であとはカントリーオフィスということで、たくさんあの、もうドットがつけられないぐらいたくさんになってしまったんですけども、こういう形でたくさんの,あのオフィスがございます。 パートナーシップなんですけれども、先ほどちょっと申し上げましたが、今アクティブであのサインをしているパートナーの、あの、機関ですけれども、東京農工大学、東京外国。 外国大学、名古屋一室大学、東京大学、海洋アライアンスという形で4校になっております。ただ、この他にもまだあのパイプラインでもうすぐあのサインがされそうな、定型締結協定書のサインがされそうなあの大学研究機関もまだ他にもあるんですけれども、あの現時点ではこちらの4校の方からあのパートナーシップを組んでインターンの方々をあの推薦していただいております。あのパートナーの方々にはですね、 パートナーシップをサインする前に、あの条件としましては、えーっとですね、インターンであっても、ボランティアであっても、フェローであっても、その生活費などのサポートをしていただく、ファウではなくて、それはパートナーの方々から出していただくという形で、それを <coughs>、すいません、ご了承いただきますと、パートナーシップの <laughs> アグリーメント、協定書にサインしていただくという形になっています。 すいません申し訳ない、き大きくれ苦しくて申し訳ないです。ということで、ご清聴ありがとうございました。あ,のあと、ご質問をあのお受けいたします。はい、まみさん、お疲れ様でした。どうぞ、水とか飲んで、<laughs> ずっと話しっぱなしだったんで <laughs>、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。えー、といくつか質問をいただいております。 ええとですね。あのー、今おっしゃったこととまあ、ダイレクトに関係するところとえー、それから若干そこからまああのー、派生したところもあるのですが、一応ええー、と読み上げさせていただきます。これ最初に来た方からいきますね。えっ、ー、と、まずえっ、ー、とボランティアに関して質問です、えー、経験が重要視されるというのは、専門専攻と関連しているかを見られるということでしょうか？という最初の質問ですが。 いかかがでしょうかそうですねあの、もちろん専門性がないところには、ボランティアの方々お送りしませんので、あの専門性のあるところ、またあのその大学などで <laughs> あの勉強されたところと関連がある分野でっていうことでもちろん、その専門性はあの見させていただきます。そのそのところその ボ、ね、ランティアとインターフェローっていうのはですね、あのロスターみたいな形であの選考が行われます。というのは、今、皆さん見ていただいたら分かると思うんですけれども、Call for Expression of Interest という形で,あのそうです、ね、空席公募が出てまして、これはあのロスターなんですね。そこで1人が選ばれるわけではなくって、各マネージャーがそこのロスターのデータベースを見て、 各マネージャーが自分の,あの分野で関係がある人を選ぶ,選ぶという形です。ですので、ボランティアの人も例外ではなく、ボランティアの方々が、あのバックグラウンドも,もちろん、ハイアリングマネージャーの方々が見てます。もうかなりの人数のハイアリングオフィサーが FAO におりますので、いろんな分野であのもちろんその、こういうことができる人っていうのを探してますので、応募書類を書いていただくときに、 やはりあの、その、そうですね、キーワードを必ず入れるようにしてください。僕、私はこういうことができるんだっていうことを、あと、カバーレターにもきっちり書いていただいて、そういうことが、あの、生かされると思います。 はいいありがとうございますすみません、ちょっと私のこ、えー、ちら、モニターの調子がおかしかったのですが、いやあのということはです、ね、今のちょっと質問にあの重ねるわけですけどボランティアであろうが、インターンであろうが、まあまあ、フェローズはもちろんのことですけれども、やっぱりそういう専門専攻というところを重視するというところは変わらないというふうに理解してよろしいんですよね。あれ私が固まっっちゃったかな <laughs> あ,あ、私が固まってますかそれとも、まみさんが固まってますか和田さんが固まっていると思います。<laughs> す,すみません、どっちが固まっているのか、皆さんは私の声聞こ,聞こえてますかねはい、聞こえてます。はい よかったです。<laughs> ちょっと和田さんがあの戻ってくるまで、このまま継続したいと思いますあの。他のパネリストの方からも、もしありましたら、ぜひともこの件に関してはご貢献いただければと思います。で皆様、すみません。ちょっと若干和田さんが戻ってくるまでお待ちください。すみません。<あ>いいね。戻ってきました。 良 <laughs> かったです <laughs> 戻ってきました。そうですねあの今ちょうどねあの最初の質問にちょっと重ねる形で要はあのまあ、フェローズがあの専門は重視されるということ専門分野は重視されるっていうのは分かるけどやっぱりインターンもボランティアもボランティアも同じだとやはりその専門分野専攻というものと関連をしているってところを見るという理解でよろしいんですよね。そうですねそうですねただボランティアでまあまるで違うことをしたいとでも なんですかねもう今実は私の分野はこういう分野でしたけども、こういう経験がありますと、えー。ですからこういうところでボランティアをさせてくださいっていうのももちろんあの大丈夫ですね。ただあの、もちろんそれはまた自分の経験を生かしてってことになります。やはりボランティアで来られる方は、あの多彩な方がたくさんいらっしゃって、あの、<laughs> もともと されてる仕事であったりとか勉強されたこと以外にもできることがあったりとかしてそういうふうに例えばあの若者のアニマトーレとして使ってくださいとかアニマトーレでそういう若い人たちをこう活性化してそのいろんなそうですね会に行っていろんな話をしたりとかそのそういう方もいらっしゃいますただやはり基本的にはそのボランティアの方にもいい経験を積んでいただきたいのでご自身の専門分野で あの経験が積めるような形が一番いいかなと思ってますただもちろん先ほど申し上げましたように、あのー、その辺はカバ,カバーレターにきっちり書いてくださいはい分かりましたありがとうございますえー、と質問続けますねえー、と在学中の大学とパートナーシップがあるかどうかを確認するためには大学側に確認すればよいのでしょうかという質問が入っています あのそうですねあの。どうぞよろしくお願いします。あのあの大学側の方であの、いや、こういうインターンの協定書があるみたいですけど、どうですかっていう形で、ぜひ話をしていただいて、もしかしたら今、パイプラインで締結中かもしれませんし、あのもしくは何あの、まだ全然ご存知ないかもしれませんけれども、あのいい機会だと思うので、あの学生の方々にとってぜひ、ぜひお話ししてください。あ はい、ありがとうございますさん要はということはあの、例えば学生さんの今日聞いてらっしゃる学生さんの中にやってみたいなと、例えばインターンシップやりたいけれども、まあ、うちの大学が今、パートナーシップ協定、FAO との間に協定がないなと思った場合には、2つのアクションが取れるということですね。一つははまずはもう 大学のそういう協定を無視して、な,あもうないけど、とりあえず個人枠で、えーまあ、ロスターする、あるいは個人枠で FAO にインターンで入れるかどうかっていうのを当たってみるというのが1つ、それからもう1つは、えーとまあ、それをやる片手まで、もう1つは自分の大学の学務部とかに行って、FAO と日本の大学っていうのはこういう協定が結,ばれ結ぶことができるそうですよと、うちもやりませんかというような形で、逆にその大学の方に声をかけ で大学からえあの FEO との協定を結んでもらうようにすると、うん、そういうあの二つの可能性があるというふうに理解してよろしいでしょうかね。ね、そうですね。ありがとうございます、えりこさん。その通りです。あのー、大学を協定結んできていただくっていう形と、ご自身であの参加していただいて、応募していただいて、その中から選ばれるというあの二点があります。あのー。 先ほど申し上げましたように非常に選ばれるのが難しいんですけれどもやはり選ばれる方もいらっしゃいますからあの私の方からのアドバイスとしましてはできるだけ細かく自分がされたいことをきっちり具体的にあのアプリケーションとカバーレタに書いていただいてハイヤーングオフィサーの目に留まるような 応募書類にしてください応募書類がそうですね、ちゃんと記入されてないとそ、その時点でやはり見てもらえなくなっちゃいますので、あのそうですねあの、よろしくお願いします。 はい、いありがとうございますすみません、ここの,あの質問はなんか私のほうからの質問になってきてしまってるんですけど、どの要は、じゃ例えばその個人で FAO のインターンに、まあ、あの応募したいという方は、まあ、学校の,その後ろ盾がない分、少し競争が厳しくなると、そういうようなあの、まあ、可能性はあるんでしょうか。 ですからねあのかなり厳しくなりますしあのパートナーシップがありますともうそこで選考を一度いただいあのしていただいているのでもう一度さらに選考をしてする必要がないというスタンスなので FAO はメリットベースでコンペティションがなければ FAO に入ってこれない。 とということになってますのであのそのただ後ろ盾をパートナーの方々もそこで選んでくださってあのそのベストスチューデントを送ってきてくださってますのでもうそれ以上の,あのコンペティションが必要がないという形であるのであのもちろんあの入りやすくなるということに間違いはないと思います。 はいありがとうございます非常にそれ参考になるかと思うのでえっ、ー、と大変助かりますね次あのフェローズについて質問が入っております、えー、研究者は具体的にどのような貢献を求められているのでしょうかプログラムマネージャーという感じでしょうかという質問ですえっとフェローズはですね研究者が多いですね。 あのプログラムマネージャーっていう形の方もいらっしゃらないことはないんですけれども大半は研究者の方ですあの。何らかの研究をされててそれこそあのあの砂漠地域のローカスの,あの研究を大学院で PhD でしてるんでそのためにあのサブサハラアフリカに行って研究活動を FAO と一緒にしたいとか。 そういう PhD の学生の方もいらっしゃいましたし、あと日本の,あの教授の方で来られた方は、えっ、ー、とですね、あの栄養関係の,あの地域のタグをされてましたね。その方もそういう研究をされてて、どの地域でどういうタグがつくのかっていうことは、実はヨーロッパがすごい進んでおりまして、 日本はもうそういう地域のタグは最近出てきたんですけど、まだその数何年か前にはまだあまり住んでな,いなかったんですよね。その その分野で、あのまあ、そのあの女性の教授の方は非常に進んだ知見を持ってらっしゃいましたので、あのファオに来られて、あのファオもやはりそう,いうそういう研究をしてくださってる人たちと一緒にあの研究活動をしてくださってました。ですからあの、大半は研究活動が多いですね。 はい、ありがとうございますそこはやっぱりかなりそのさっき言ってた他のインターンシップ、ボランティアとはちょっと若干あの、やっぱり性格の違うものであるというふうに理解しておいた方がいいというふうに取りました。ありがとうございます,、えっとですね、次の質問 まあえー、とちょっと修士号についてということで、まあ、インターンシッププログラムというよりかは、FAO の修士号についての一般的な質問なんですけれども、先ほどたあの真美さんが話してくださった時の,その,のその FAO の分野みたいなところに出てきたものとちょっと関係あるので、せっかくなんで質問をさせていただきます。えー、と修士号について質問です。個人によって異なるとは思いますが、FAO 職員の方はどのような分野で修士号を取得されているのでしょうかということです。 さまざまな分野で修士号を獲得されてまして、あのもちろんね、コーポレートサービスの方々はビジネスアドミュストーションみたいな、そうですね、MBA みたいなあのな MBA であったりとか、あとそうですね、あの人事に専、専私も人事ですけど、人事を専攻している、あのあのの修士を取って あの、来られる方もいらっしゃいます。ただ、そうですね、大半のテクニカな分野、そのテクニカな分野の修士号を取っていらっしゃいますね。あの、食品安全である方々は食品安全。食品安全、 ほうっていうことをされている方もいらっしゃいましたし、あとそのプラントプロダクションですね、その,あの植物検疫であったりとか、まあそのどうやって保護するかであったりとか、あの植物のその安全、その健康であったりとか、それは動物にでもありますし、まあ、その分野の あの、収支を取ってらっしゃいますね。あと、環境工学であったり、環境学であったり、あと、ナチュラルリソースですよね。その,しあの、自然資源に関するマスターを取ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、また、あの、その、国際関係であったり、もうちょっとジェネラルになりますけれども、国際、国際開発だって、そういう分野で来られる方もいらっしゃいます。ただ、あの、 一般的にこの分野っていうのはないですね。いろんな分野でやはり皆さん取ってこられてて、あの、私、あと個人的に思うのは、ファオに、あの、はい、皆さんに興味を持っていただいて来ていただきたい反面、やはり皆さんには自分の好きな分野で、あの、極めていただきたいと思っています。やはり好きこそものの上手ならで、好きなことはやはり、あの、極められると私は信じてますので、皆さんにもやはり自分が何がしたいのか、 あとそうです、ね、そのアプリケーションにもそれ関係していくんですけど、どういうところで私は貢献できるのか、どういうところが他の人とは違うのか、それを常に考えていただいて、あのやっぱり先行分野もいろいろとあのかあの決めていっていただけたらなと思います。 はい、ありがとうございます、まみさん。えっ、ー、とではこのまま続けますね。なんかずいぶんたくさんあの質問いただいて、皆さんありがとうございます。順番にどんどんと行きますのでよろしくお願いします。次またインターンについてです。さっきちょっとあのまみさんの統計にも若干出てましたけど、まあ、基本日本からは毎年何名ほど参加しているのでしょうか。またインターン生に求められている人材を教えてくださいということです。 えーとですね、残念ながら少なくて。<laughs> あの、今年も4、5人ですね。あの、もうちょっと数年前、COVID の前もうちょっと7、8人いたかなっていう形で、あの、アジアの中でも少ないかなと思います。残念ながら。 で、あの、やっぱり COVID が始まってから、日本政府の、その、日本政府としてもやはり海外には出て、出るのは危険だっていう、イタリアも含めて危険地域に入ってましたので、出にくいっていうのはもちろんわかります。あの、インターンはですね、その COVID の間は実はホームベースで、オンラインでも可能だったんですけれども、 あの基本的にはオンラインでは可能ではないというのが私たちの,あのプログラムです。ですから、今はもうあの、そういう旅行のリストリクションもなくなってきましたので、オンラインで,オンラインではなく、やはり現地にあの出向いていただいて、インターンシップを行っていただくことになってます。 あとですね、オンラインでしているときは、やはりその時差の関係もあって非常に大変でした。インターンの方も大変だし、マネージャーの方も大変で、やはりあのインターンの人たちには実際に来ていただいて、体感していただく、これがインターンシップの、あの、もうコアな部分だと思ってます。で、インターン生に求められている人材ですね、あの、先ほど申し上げたような新しいアイデアや、そのイノベーティブな、その、 展望をどんどん持ってきてほしいですね。あと、イニシアチブを取れる人がいいですね。あの、それは、なんかいろんなこと、どういうことをあの待ってるんじゃなくって、自分からこういうことができるんだと。あの、そういうところをやはり他の、あの、ハイアリングオフィサーの人たちと話をしてても、そういうところが重要だなと思ってます。 あ,のあと、それはも,うもちろんあのあのミニマムのリクエイメントですね、大学や大学院に参加していたいくださってて、それプラスなんですけれども、やはりあの国連ってどうなんですかね、ちょっとあの特殊なところなのかもしれないですね、やはりあの日本の企業や日本の組織とはちょっと違って、あの黙ってたら埋もれてしまいますしあのです、ですからイニシアティブを取って。 あと、チームワークを組んで、他の国の人たちと、あとですね、他の国の人たちともあの一緒に仕事ができて、他のいろんなそのディバーシティと私たち言っ,言ってますけれども、いろんなバックグラウンドの人たちといろんな人がいます。その人たちと一緒に仕事をできることっていうのは、もちろんあの人材として求められている人材ですね。はい、ありがとうございます、まみさん。 えーとですね、だんだん時間が迫ってきたので、ちょっとあのいろいろ飛ばしながらいろんなところからピックアップしていきます。すみません、あの質問くださった方、順番にいけなくて申し訳ないんですが、一つどうしてもここはの時間を取って、えー、マミさんに投げたい質問があります。でマミさんあのもし あのなんか咳か,か出てつらいようでしたらあの、言ってください、あ,のあるいは美帆さん、三井さんにもご登壇いただいてあの、一緒にお答えいただくという形にもできるかと思うので、えいなくく言ってくださいね、えー、と一つ、重要な質問だと思います、ボランティアについて質問ですこれ、もしかしてボランティアだけではなく、インターンもあるいはあのフェローズもそうなんですけれども、まあ、定期的に案件募集があるのでしょうか。 どのように、えー、アプライを応募すればよいのかどこから情報を入手できるか教えていただきたいですということですこ,のこれについてはもしまゆみさん可能であればお願いします あの、はい、<laughs> ありがとうございます。あの、あの、三井の方からも、もしなんか、あの、足すことがありましたら、ぜひ参加してください。あのですね、定期的に、あの、call for e x p r e s s o f interest というもの、あの、公募をかけてます。今、公募をかけてるものが12月の終わりまでで、新しいものがまだ1月に出ます。 その中から、あのー、そうですね、あの、ハイアリングオフィサー、その雇用を、雇用するマネージャーの人たちは、あの、興味があるインターンの人たちをピックアップしてインタビューをします。で、最低3人はインタビューされます。12人ぐらいインタビューされる方もいらっしゃいますけれども、その中から一番いい人を、あのー、えっ、ー、と、そうですね、選ぶっていう形で、情報としましては、 私たちのエンプルメントサイトに出てるんですが、基本的には、あの、まあ、2週間、3週間、まあ、一番多くて1ヶ月のブレイク以外は空いてますので空席公募をしてます。ので、そこに、あの、積極的に応募していただく。また、あの、F4 の空席公募を見ていただく。 あの、他にもあります、もし、例えば、あの、今回は対象外ということで説明しませんですけけども、コンサルタント、ジュニアコンサルタントのポジションであったりとか、あの、すべてのベーカンシーがそこに空席候補が出てますので、あの、定期的にそうですね、あの、チェックしていただいて、あと、あの、あの人事センターの方でも、あの、ニュースレターがありますよね、あの、登録しておくと、 ニュースレターが定期的に送られてきてどういうところにポジションが空いているのかっていうことがあの明記されてますのでそういうところを見ながらあの FEO をあのチェックしていただきたいなと思います。美穂さん何かありますかね？特にはすることないです。はいありがとうございます。まみさん美穂さんえーとですね少しあの パートナーシップを結んでいる大学の方から質問ですねあの、応募する場合、学校を通して応募するのか、FAO に直接連絡するのか、どちらでしょうかということなんですけれども、すみません、あのこれ、具体的にいかかがでしょうかそうですね、あの直接あの応募して来られる方もいらっしゃいます、そのパートナーの大学から。ただ、あの私たちとしましては、まずその大学側に連絡していただいて。 大学の方の選考に入っていただいて、その後、あの、ファオに、あの、選考に選ばれた方がファオに入ってくるっていう形になりますので、あの、大学を通じて、あの、応募していただきたい。ただ、もちろん先ほど申し上げたように、あの、直接応募してくださる、あの、直接空席公募に応募していただいて、あの、パートナーシップ枠以外からも入っていただくこともできます。そういう方も実際いらっしゃいました。 もう一つ、フェローズに関して、ちょっといくつかあのいろんな質問が入っているんですが、要は、まあ、あの例えば、まあ、どういう,ような形で配属されるのか、どういう研究チームがあるのか、どういう形でアサインされるのかという質問で、まあ、私から多分、あのこの分野の,あの担当ではないんですけれども、おそらくフェローズにそもそもあの応募なさる方は、そもそも FAO の,その特定の 例えば研究であるとか、あるいはそういう活動に興味を持たれてきているんじゃないかなと思いますので、まずそこでその FAO が今、どういうような内容をやっているのか、何が面白いのかと、自分にとってやっぱり一番重要なところをまず最初に見て、それから自分で選ぶと、むしろフェリーズに入りますと、FAO をアサインしてくださいというような形には、おそらくならないだろうなというのが、私からのまず最初の一声で、そのっ、えー、と、マミ海さん、あるいは三井さんにお願いいたします。 ありがとうございます。あの、その通りです。あの、アサイン、もちろん私たちの方でも見,あの見てますけれども、その前に、まず、どういうことができるかということを、あのペロの方はですねあの、プロポーザルを添付していただくんです。カバーれたーじゃなくって。そのプロポーザルにかなり細かいことを書いていただいて。 あの、ここの分野で、この部署で働きたいっていうとこまで書いていただいて。あと、あの、先ほど申し上げなかったんですけど、フェローズの方は皆さんにも、あの、対して私たちも、あの、ファオからお金を出すということはしてませんね。あの、フェローズの方々は、あの、大体、グラントを取って来られてるんですよね。 でもうそのグラントの内容などで、あのー、もうこういうことをしたいということがかなり明確になってますねそういうことを書いていただいてあ,あと、どこで例えば地域事務所のこういう研究をしたいっていうように書いていただいてもいいですしホームのこういうところでこういう研究活動を一緒にしたいっていうことを書いていただいてもいいですし、あのー、そうですねあの、どういうことができるかっていうことを書いていただくといいかなと思います。 あすいません、日比さん。ちょっと固まってしまったみたいです。あ止まっちゃいましたね。<laughs> あ戻、戻って。戻って。すみません。今度は私が落ちました。えー、と失礼しました。今の質問お答えいただいたのですね。えー、とでは、すいません。えー、と次の後で。えーとあと ちょっとしかないのですが、やっぱりここちょっと2つ、あの非常に重要な質問があるので、まとめてあのお聞きしますね、えーと。パートナーシップがない大学出身ですが、選考の時に重視される点、CD の記入で気をつけるべき点はありま,ありますかというのが1つ、それからインターンシップあるいはフィローズプログラムのコストを得るために申請書の書き方や積むべき経験、アドバイスがあればお聞きしたいです。ちょっと真弓さんが言ってくださったことと重なりますが、もう一度お願いいたします。 はい。えっ、ー、と、もうできるだけ細かくですね。あのー、具体的に書いていただいて、あの、モチベーションレッター、カバーレッターですね、の方にもかなり細かいことを書いてください。こういうことがしたい。こういうことが私はできる。あのー、先ほど申し上げたように、待ってたらダメなんです。イニシアティブを取ってください。私はこういうことができますっていうことを前向きに出していっていただいて。 あのー、そうですね。まあ、まあ、誰でもミスはするんですけれども、それはよく私も分かってるんですけれども、応募書類も何回も読み直して、タイプがないように、間違いがないようにする。あと、そうですね、なんか、あのー、記入事項がに、に間違いがあると、やっぱりそれだけ誰って思われちゃいますので、なるべく間違いがないように。あと、そうですね、あのー、 言語ですね。あの、国連公用語っていうものが6カ国語ありまして、英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、中国語、ロシア語。あの、この中からそうですね、ファンは特に英語、フランス語、スペイン語を使ってるプロジェクトも入れて多いんですけど、まあ、まず英語と、あともう1カ国語、1カ国語ができると、かなり有利だと思います。うん ええとですね、あとその専門分野もも,もちろんもうこの分野のこういうことができてかなり専門性を持ったアプリケーションになってくるとハイアリングオフィサーの目にも留まってきます。あの、その辺はあのかなり細かく書いていただいて、あのやはりあのパウンのそうですね、ウェブサイトをちょっと見ていただいて、ちょっとスタディしていただいて、どういうところがいろんなオフィスもありますし、自分にじ一番合ってるかっていうのをあの、ちょっとあの、研究してみてください。 その,その上であのアプリケーションを作成していただいて、あのー、応募してください。今もうそうですね、もう12月の末近いので、あの1月に向けて、その何ですかね、<laughs> プロファイルを作っておいていただいて、1月の新しい、あのー、コールが、空席公募が出たらすぐに応募するっていうのも。 あの12月末までの,の,あの公募にも応募していただいてもしその,その公募からお呼びがない場合はあの新しいのに応募していただくと先行されて選ばれた学生だけがあのインタビューにあの呼ばれますので選ばれなかった人たちには何の連絡もないのでその,その辺はご了承ください。 ありがとうございます。まゆみさん。では、もうこれでほとんど時間が、えっ、ー、と、来たようですね。美穂さん、三井さん、いかがでしょうか。あの、本部の人事官、人事担当なさいってとこですが、えっと、美穂さん、<ー>お願いします。あ、こんにちは。あの、三井と申します。あの、和田と一緒に、あの、インターンシップとボランティアとフェローシップを推奨して、あの、いろいろやってるものです。 あの今、あの今そんなにあの和田の方からも言ったんですけれども、日本からの参加者がそんなにあの多くないんですね。であの、本当にインターン、特にインターンはあのやっておいて、若い時にやっておいて、あの損はしないっていうか、そうですねあの、後悔するプログラムではないと思うので、ぜひ、あの、 興味のある方は個人で応募するであれ大学から応募するでありあれあの挑戦していただければと思います。であのやっぱり個人で応募するのはちょっと競争率の点とかであの心配な点がありますのでやはりあの入りやすいのはどちらかといえば大学の協定書を通してっていう形になりますので。あの まずあの今おられる学校に確認をしていただいてもしあのこのプレゼンを聞いてあの何かやってやろうっていうあの和田がさっき申しましたイニシアティブということであればまあ、ファ o はこういうプログラムがあるんだけどうちの学校はどんな感じですかっていうような形で聞いていただいてあのそこから話を進めるっていうあのこともできますのであの学生さんあの 多分多く参加されてると思うんですけれども、そういった点で、あの、こちらもご協力を願いたいっていう感じです。あの、大学の先生方から直接ご連絡をいただく場合があるんですけれども、あの、こういうことがあるんだよっていうふうに学生さんから言っていただけると、もしかしたらもっと先生方も動きやすいのかもしれないなっていうふうに思ってます。 どうううももささんんあありりががととごござざいいままししたた私もあのこの分野の人事の担当では全然ないんですけれども、今までいろいろなところで、えーまあ、人を採用する、まあ、そういうようなその人の選考に当たったときに、やはりそのインターンとかボランティアとかフェローズとかでやったことのある人っていうのは、その分、CV で目立つんですね。 やっぱりこの人、その一元さんじゃないっていうのがまず非常に大きい、それから、まあ、もちろん分野の専門とか、あの <laughs> 言語とか、さまざ、あ、まなもんがあのがそういうような要素は重要になってくるんですけれども、あのインターン、ボランティア、フェローをやったことがあるというのは非常に大きなプラスになると、えー、いうことを申し上げたいと思います。えー、とですね いろいろお話ししたかったのですが、もうそろそろ時間ということで、えー、本日はまあこれをもちまして、本ウェビナーを終了させていただきます。えっ、ー、と、直接、えー、個別に学校から FAO に、特にですね、学校、あるいはま個人の方で質問、あるいは相談したい方は、えー、当プログラムの専用のメールアドレスを先ほどチャットに入れましたが、ちょっと分かりにくかったと思いますので、 あとで、えー、FAO の中日連絡事務所のこのプログラムについてアナウンスしたページに、そこの、えーえー、メールアドレスを足しておきます。インターンとフェローシップ、それから、えー、ボランティア、すみません、私までだまだの中。 <laughs> なんか咳が映ってきてしまいまして <laughs>、ちょっとしゃべれなくなってますが <laughs> あの、その3つの連絡先ですねを、FAO のメ FA、えーネイルアドレスを FAO の中日連絡事務所のサイトの方に載せておきます。また、えー、本日のウェビナーは録画、録音しておりますので、後ほどまた FAO の,の方から、えー、YouTube チャンネルの方に えー、見せることができます本日の内容を、えー、聞けなかった方、あるいはですね皆さんがこれを聞いてよかったと、なんかこれ参考になるから、うちの学校で、まあ、先生の、の先生あるいはまあ学校の方にでも話してみようって言ったときに、もしあの参考になるかもしれませんおそらく1ヶ月ぐらいしか YouTube には掲載していないんですけれども、もしよろしければ、あのそちらの方もご利用ください。 ということで、えー、たくさん質問やコメントいただいたにもかかわらず、全部お答えすることができず、えー、大変失礼いたしました。えー、どうしてもというあのコメント、質問はぜひとも個別で、えー、あのそのメールの方にあに送ってください。では皆さん本、本日は大変お忙しいところをご参加いただき、誠にありがとうございました。 えっと、また、えっ、ー、と、まみさん、みほさん、えー、本日はどうも、えー、ご参加いただきありがとうございます。では、皆様、どうぞ、えー、早いですが、良いお年をお迎えください。<laughs> 失礼いたします。